クボンのランキングを今日載せたと思うんですけど、もう2月のランキングを11位さんから100位さんまでと1位から7位まで書いたんです。えらい早い仕事が。だからあと8、9、10位の人なんですよ。仕事早い、やることやってるわ、ちゃんと。えらい。でもピョンムービーの総集編あげないと、私の iPhone が容量いっぱいって怒ってるそうだ、そっちをやらないといけない先に。パンダさん、モヤットボールありがとうございます。ピンクのモヤットボールだ、かわいい。そうなの、ピョンムービーを作らなきゃいけないんですよ。今日のなんだっけ、今日好きじゃなくて、妙よろ見ましたか？ミッサーが今日やってくれたんですけど、私が先週の金曜日にミッサーに回して、ハルピョンと夢見るでやりたいこと、ひなこ何の話よくわかんないネバーストップさん、ひしもちかな、これは。あ、コンペイトーか、ありがとうございます。すみちゃん、まあいいや、もやっとボールありがとうございます。そう、ミッサーがハルピョンと夢見ると一緒にハルピョンとやりたいことっていうのをあげてくれてたんですけど、プロチのなんだっけ、開封したいみたいないうことを言ってくれてて、そうそう、うえいいけど食べないよいいけど食べないよ、私私とミスターがしたところで誰が食べるの、もうハッツとカレンに食べてもらうしかない開けるだけ、うちらこうやって開けて出たやつ確認するだけうん、食べないですよ私は。あとは、え、なんて言ってたっけな、なんかね、え、なんて言ってたっけ、待って、いや見てたんだよちゃんと最初から最後まで。ミスターが全然回線悪すぎて全然全然配信始めれないところから見てたんですよちゃんとなんだっけな、見てたのに忘れちゃった。メモしとけばよかったしのさん、ミラーボール1つありがとうございます。サプライズレバーさん、ミラーボール4つありがとうございます。パンダさん、ミラーボール2つありがとうございます。7個、待って、ミッサーの思い出したい。プロチがもう頭の中閉めてる今。今日パソコン充電いっぱいにしたのに充電なくなるの早すぎない？二人が寝転ぶ砂浜で見上げた世界は美しくて、あなたの隣にいられること、世界一
幸せだって思った盗まれた唇あっという間だった風が通り過ぎたように目の前にあなたが、あれ歌いすぎたミラボールありがとうございます。ワンちゃんさんハートありがとうございます。パンダさんハートありがとうございます。パンダさんキュンです、ありがとう。え、なんだっけな、ミスター、ちょっと待って、プロチと思い出すよ。プロチ、プロチがね、頭をし、なんかホークスカイがなんちゃらって言ってくれてたのもあったりとか、あとはなんか私のことについて話してくれてて、そう、なんか私は全然覚えてない、ごめんね、全然覚えてないんだけど、なんかミッサーがなんか初めて会ったエイトメンバーが私と初からしくてみたいな話をしてくれてて、そう、ぴょんちゃんは先輩らしくないき先輩みたいなぴょんって呼んだり、ぴょんちゃん、あ、ぴょんたんっても呼びます、もう全部聞いてた1から100までうん、すごくない？しのさん肉まんありがとうございます、すごいでしょ、ミッサーファン、うん、そうそう、すみちゃん、ともゆきさん、肉まんありがとうございます、ありがとう。んー、それっていいことなのって、別に悪いことではなくない？いや、もちろんなんか先輩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 し先輩の方がなんかもしかしたらいいのかもしれないけど、でも私、まあなんだろう、別に私生活っていうか私生活まではいかないけど、その普段のなんか喋ってる時とか、なんか普段過ごしてる中で先輩先輩出す人よりも、なんか普段はすごいフレンドリーだけど、なんかステージの上とか仕事お仕事ってなった時に、なんかあ、頼れる先輩だなって思われる方がいいじゃないですか。だから私はそうなりたいですね。はい。なんかすごい、なんか先輩先輩感出してるけど、全然先輩っぽくないよねみたいな先輩よりも、そう、なんかお仕事とかになった時に全然なんか、なんか先輩って感じじゃなくないみたいな、なんかそんななんかみたいな感じじゃないっていう先輩よりも、その先輩先輩感出さないけど、きっちりするところとか揃えるところとかは揃えたりとか、なんかステージの上ですごいもう誰よりもアイドルだったりとかっていう人でいたいなー私は思うので、うん、嫌じゃん何もできないのに先輩風吹かせてる人は嫌じゃん、うん、それは嫌じゃん、多分どの世界にいても多分そういうなんかそういう上司って嫌じゃないですか作太郎さん肉もありがとうございます。そうだから、私にとってそういう先輩、なんか多分優しくそのフレンドリーに接してくださる先輩は結構たくさん いらっしゃるんですけど、私が先輩っていう気持ちが強すぎちゃって無理なんですよね。そうだからミッサーとかはすごいと思う、そうやってその先輩の懐に入っていけるというか、本当に私はそれができない、
マジで、うん、無理。なんか先輩だっていうのが強すぎちゃう、うん、そうそう、やばい、インスタの投稿を怠ってる急にやばい。本当は3月1日までに、待って、だって2月って28日までだと思わなかったもん。3月1日までにこのドボンのやつが綺麗に完結して、3月1日にドンって、あ、やばい、あやばい、そう、駿河湾ですよ今日、見てくださいっていうのをあげようと思ってたけど、忘れてた。ちょっと待って、やばい、ドボン、やばい明日の夜だよね、もう無理だ、終わった、いいやもういいや、いよいよ明日の夜乗ります、アルピョンがテレ東さんのあれに。忘れてた、完全に2月が28日までってこと。あとインスタを滞こう、ん？やべべ、あべべ、やべべべべべ、知らねえよもうわかんない、もうそんなこと言われても、あぴょん何もしてないんだから、そんなこと言われてもあぴょんにはどうすることもできないんだもん、39日ありがとうございます。戻ったって、よかった。戻ってよかった。あれは何の、あのあれって何ですか、逆に逆にあれって何か教えてもらっていいですか。その指示語が指すものがわからないです私には。なんだろう、
太郎さん、北里光平さん、モヤットボールありがとうございます。なんだ、私はわからない、じゃんじゃん。ローマ場の話？ローマ場はね、もうあー攻撃来た。今日朝起きたらね、攻撃されてた。だからもう城が怪我してるの。悲しい。城が怪我してるの。私はとっても悲しいよ。朝起きたらめっちゃ攻撃されて、めっちゃゴールド取られてた。うん。ピエン。せっかくゼロになったと思ってたのに。マジ最悪っていう気持ちでした。サットさんもやっとボールありがとうございます。じゃあなんかいっぱいいろんな方がコメントで劇場公演についてお話ししてるのでお前のことだろうが。なんかじゃあですね、なんかコメントの中で完結してるから、もうみんなでじゃあ喋っといてください。なんかコメントの中で完結してる、みんなもう好きにして。もう好きにしてくれ。もうみんなで喋ってみんなで解決してくれ。私はその場を設けとくよ。このみんなが喋れる配信っていう場所を設けておきます。みんながもう。だって誰の生誕祭？まるまるちゃんみたいな、もう知らないよ。私喋んなくてもいいじゃん。今日はよく泣く人だ。何でしたっけ？6日に雫公演出演させていただきます。はい、頑張ります。終わり。僕隊は出たいって言ってるんですけど、出させてもらえないので、私に言わないでください。私は出たいっていうのはもう本当に僕隊が始まる前から言ってたから。なんか8はその前も言ったように雫公演がねある分、雫公演と県民公演がある分、そうもうすでにそこで2つ公演やってるからみたいな、そうっていう話をされて、まあ確かにだから、その8と兼任8以外の子はさ1個しか公演に出れないわけじゃないですか。だからその分をその他の普段公演出たいけどでもそのチームのメンバーが集まらないと出れないよっていうメンバーとかに多分優先的に出させて、なんか上からになっちゃうけど、優先的に出れるような機会を運営の方が設けてくださってるんだと思うので、8はもうすでに2個出れる機会があるから、うん、しょうがなし。
ょうがなしです。チームようちゃんさんミラーボールありがとうございます。待って10個も来てたやばい、ありがとうございます。歌いますね。なんだっけ、まだまだ風が通り過ぎたように、目の前にあなたが一瞬重なってた、ハートがドキドキ震えているよ、盗まれた唇、あっという間だった、風が通り過ぎたように、目の前にあなたが一瞬重なってた、ハートがドキドキ震えているよ、もう一度キスしてちゃんと準備させて、愛が感じられたように、チャララララ目を閉じる時まであなたを見つめてたい、成り行きみたいなキスならやめて。10個分もう1個はやめようありがとうございます。10個分ありがとう。ミラーボールチームよちゃんさんありがとう。そしてコロポックルさん音符ありがとうございます。ありがとうね、僕隊もそうね、出れるといいねってぐらいで、まあそういう気持ちではいますけど、やっぱ僕隊は本当に13期さんとか14期さんとかがなんか15期さんとかが本当に懐かしいみたいな感じの公演じゃないですか。だからだからっていう無言の無言のうなずき、うん、やっぱり他の先輩たちとかはやったことあるじゃん。だから多分振り入れとかもそんなに時間もあんまりかかんないと思うんですけど、私たちってやったことないので、エイトは僕隊を、そうなんか多分楽曲によって曲によって、それこそビバハリケーンとか僕隊もやったこと、僕の太陽っていう曲もやったことあったりと、曲によってはやったことある曲もねあるんですけど、そうでもなんていうんですか、全曲を通してのっていうのをやったことなかったりするから、ただそれが一からになっちゃうからね、うん、そういうことを考えるとしょうがない、しゃなしっていう感じでも別にそう、うん、まあそうね、しょうがないよ。そうですね、3月6日、ちゃんと言うと3月6日に雫公演に出演させていただくんですけど、2022年に入ってから初めての雫公演なので、ちょっと全然もう2ヶ月くらい出てないやばいですね、まあ、3ヶ月弱、12月14なので最後に出たのが3月6ってことは3ヶ月弱ぶりの雫公演なので、すごくマジで踊れないんですけど、今超忘れてるんですけど頑張りたいと思います。2公演も久しぶりかも、2回公演そんなことないかな、ちょっとカレンダー、多分2回公演、あ、11月20日って2回公演でした。
じゃあそんな久々じゃないか。11月末のリセット、いや26だから多分1公演だと思うよ。普通に土曜日、あ違う金曜日、うん、お昼普通の別の仕事入ってたしうん、リモートか、でもリモートで別の仕事入ってたから多分普通の26は1公演だったと思います。わかんない、確実じゃないけどね。まあ久しぶりの劇場公演なので頑張りたいと思います。ああそうだ、2回公演やってた時にミッサーカレンと3人で配信してたわ、椅子の間とかで。なんかでレイちゃまとハッツがステージ上でそのレッスンっていうか自主練をねしてて、確かで私たちはそのなるべくね映してない感じ、映さないように配信をしてたんですよ。でめっちゃ後ろでめっちゃ手振ってたらしくて、私それ知らなくて、で手振ってたの見えましたってレイちゃまに言われて待って全然なんかあの椅子の背もたれで映ってなかったごめんっていう話したら、めっちゃ映ってると思ってましたって言われたうんその記憶めっちゃある。そうだ一緒に配信したんだ。懐かしい、もう懐かしいもん。サクタロウさんハートありがとうございます。ユウヤさんハートありがとうございます。キョンです、ありがとうございます。そうそう懐かしいな。公演まず本当に公演久しぶりすぎて何も覚えてない。大丈夫かな、出れるかなやばい、これ肉まんっていつまでなんだっけ。今日までもう無理じゃん。あ、3月2日までか。昨日初のあれって言ってたのはドッポーンタイムのことでした。何の話？私？私昨日初のあれって言ってたっけ？待って全然覚えてないや。マジ自分で喋ったこと本当に何も覚えてないんだよねやばい、脳みそ返してないんですよ私喋るとき基本的に。そう口だけで喋ってる。あ、匂わせとか言って匂わせてたときに俺が初のあれあるかもねって。ああなるほどね、そうですね、まあ初めてのドッポンタイムとか言いながら私はもうどれだけドッポンしてるのかって今年に入ってって感じなんですけど、まあでもそうです、今年あの初めてのドッポンタイムが私にありますので、まあむしろその時多分ドッポンタイムじゃない時の方が当たると思うよ私は。
なんか自分がやってる時間もさ言ってるじゃないですか、まあ、言ってないけどバイバイ以外はやってるよみたいな感じじゃないですか。だから多分そうドッポンタイムって言ってない時の方がファンの人的にはやる人数が少ないから、うん、そんな気がする。わかんないけど、しゅんごさん、トゲ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 じゃない、なんだっけ、マヤトボールありがとうございます。バトフェスライブのお誘い、何バトフェスライブって、何も知らないよ私。ハッシュタグバトフェスライブとは、フェス公演、私バトフェス公演出ないよ。出ないよね、出れない、うん、あれ8人とかじゃなかったっけ、私出れなかった、そう10人ぐらいだった、ま、ず10位ぐらいだったんですよね確か。悔しかった、うん、そんなあれ、そのあれですよねきっと。10位、9位、もう負けた試合は覚えてない負けた試合は覚えない主義なんだよ私はああそうなんだ、よし、じゃあもうすぐ皆さんあれが乗りますので、インスタを今更新しようとしておりますので、来ますよ早いか、来ますよ、じゃあ11時にあげます、本当はね、もうちょっと早い時間であげたかった。忘れてた。そう、昨日なんか、ハッピョンは、なんか6日がサザエさんも真犯人フラグも見れないかもしれないのって言ってたのは、そうです。雫公園に出るからです。みんな昨日の匂わせで気づいたかな？分かってた、なるほど、あ、言ってたでしょ、さてはと思ったでしょ、分かるよね、そう、お、5万ポイントいってる、思い出さなきゃがいいヒントだって何も覚えてない、本当に思い出さなきゃ、やばい、どうしよう、汗汗、マリアは振り付けとかは大丈夫、うん、立ち位置も大丈夫、ずっとゼロ番にいたら大丈夫、え、本当にやばい、マジマジ3ヶ月覚えてないから、本当に覚えてない、あ、やばいわ、あ
やばいわやばいしか出てこない。眉毛かゆい。見て、今日小指の爪を切りすぎました。まだ6日ある、頑張って。それな、6日もあればいけるいや全くやったことない曲で、全くやったことないポジションで、全くやったことない振りとかでだったらいけないけど、もう何回やってるかっていう曲だから6日あればいける。いやもちろんちゃんとやりますよ、ちゃんと 100% にして、もう 100% にして 150% の力で出るんですけど、でも、まあ、10クローネまだ踊れる。10クローネはまだ踊れる。あ、もうすぐ11時だ。シェアボタン押しますよ。16人公演に戻れば10クロできますか。だってだ10クロだけはできるんだけどわかりますかね。10クロだけだったらできるんですけど、あの10クロをやるってことは他のポジションの曲も覚えない、他の曲もその他のポジションを覚えなきゃいけないってことになるんですよね。そうなると大変。シェア、せやねんな。ムジカナバナナちゃん、ドボジョ様、うん、ドボジョ様って何、ドボ女様、え何分かんない。一生ついていきますだって。ありがとうございます。1個目って言うんですか、こういうのってなんかよくありますよね。1個目1個目5人ぐらいいるやつありがとうございます。ドボジョ様についてきてください。え、余裕ですって、雫公演。え、できるできる、大丈夫だって。みんななんでそんな不安なの、私を知ってるでしょ。みんな本番にはちゃんとやる女だよ。うん、安心して。どれだけ不安って言ってても本番にはちゃんとやる女なんだから安心して。ドボンライブだってそうだったでしょ。間違えたのは一箇所だけ。そう、大騒ぎ天国のサビの足あそこ以外間違えてないはず、確か私が覚えてる限りでは。間違えたんだよなあそこ。悔しい。多分それ以外は間違えてない。スーパーストップさんもやっとボール、ありがとうございます。ね、大騒ぎ天国めっちゃ楽しい曲ですよね。わかる、わかりみ深み、みみみみみみまみむめみみみ。坂
福太郎さんハートありがとうございます。そこはどうだったんだっけ、映ってたか映ってなかったか覚えてない。覚えてない。だってあの時、ま、巻き戻しができなかったから、そう間違えたとこはね分かってるんですけど、ま、巻き戻しができなかったから、あここここっていう、そうそれができなくて、だから間違えたら間違えてないか分からない。分からなくはないんだけど、間違えてはいるんだけど確実に、すいません。聞いてください、まあ、多分ね私のいろんなあれをフォローしてくださってる方は知ってると思うんですけど、昨日ピョンムービー載せた、昨日載せたピョンムービーが半バズりしまして、もう 3.9 万回見られて、あんなすっぴんのさ、もうメイク落としのさ、やばいガチ、もう超すっぴんがさ 3.9 万回も世の中の人に見られてやばいんだけど、でもねこれちゃんと見てないんだよね多分みんな。なんか真犯人フラグっていうタグがねついてるんですけど、なんか別にちゃんと見てなくてもこうパーって見てるのでも多分つく、そうつくんですよ視聴って、確かそんな気がするした。え、やばいマジだ、こんななんかもなんかさメイクしてたのを落としたんです。だからメイクしたまま配信してそのまま撮ればやらかした。でもそれなね、ハッシュタグの影響ってマジ大きい、それは思った。え、私も寝る前に見に行ったらっていうか、まあ寝る前に皆さんのねコメントを寝てから読む、寝てから読んでから寝るんですよ。そうなんですけど、そしたらどんくらいなんかみんな何かなって思って見に行ったら 1.4 万って書いてあって、えっと思って、えっどうパーってなって、そうでも別にいいねとかリツイートとかコメントの数はそんないつもぐらいなんですよ、視聴数だけめっちゃやばいみたいな、そうびっくりポーン。もっとちゃんと喋ってほしいね、ごめん、びっくりポーン。やば、頭おかしい。いや本当に驚きでしたね。でも 3.9 万、マジ10倍、ドラマ効果マジすごい。でもだから来週も同じタグをつけてあのあれしますね。でこれでまた増えたら、あ本当にハッシュタグって大事なんだなって思うし、そうハッシュタグの効果だったんだなって思うし、増えなかったら私のデコ出しすっぴんが良かったってことで、ありがとうございます、そう思います。だから来週もハッシュタグ同じ真犯人フラグ、ハッシュタグ真犯人フラグ真相編つけてやってみます。あ、 TikTok 更新したので見てください、インスタも更新しました、よろしく。来週はね、でも来週はそう劇場だから見てない状態でピョンムービーを撮って真犯人フラグって載せる。最悪な女。まあまあそういうこともあるよね。ほんのり喋っとけば大丈夫、お怒られない。右から左、後ろから前、下から上、大騒ぎ、ドン。あ
あ、公演終わってすぐ見る、Hulu で。やだ、一人で夜見るのは無理だってさ。二回公演の日って帰れないよね確か。あれ帰れたっけ、どうだっけ、忘れちゃった。どうだっけ。でもいつも怖いからって言って先に配信してるんですよね。そうそう、どうなってもいいように。どうだっけ、公演久しぶり。待って、視聴者さん4848、すげえ。確かにドラマ終わって11時半でしょ。あ、変わっちゃった、視聴者さん増えちゃった。あー、そうだ、生誕祭あんのか。じゃあ帰れないわ。でそっからお掃除とかしたらもう無理ですね。はい、一人で無理の、見るのは無理無理、死ぬ。あ、ハムカツ亭に行く、ありだな、あり。ハムカツ亭でみんなと見る、ありよりのあり。おおおお、聞いとくわ、聞いとくわ。わかんない、でも迷っ、ちょっと待って、いや、ハムカツ亭に行くのは 3%。 その日のうちに帰ったりどこかに泊まったりって自由。まあ終電があれば帰りますねうん、そうです。でだからそれこそ私がお姉ちゃんの家に行くってなったら、もちろんスタッフさんには言って、その日はホテル大丈夫ですっていうのを事前に伝えないと無駄になっちゃうので、さすがに、そうそうそう、さすがにそれは先に伝えますけど。だそれこそ帰れるけど、とお姉ちゃん家に泊まっても別に事務所さんサイドには迷惑はかけないじゃないですか。別に新しくホテルを取ってくださいって言ってるわけでもないし、だからそこは大丈夫じゃないの？やってるけど、うん、お金がプラスでかかる。なんか例えば帰れるのに、なんか次の日じゃあ美容院行きたいんで、なんかホテルもう一泊お願いしますっていうのは多分ダメ。それは帰れるでしょってなるから、うん。でも全くだから、その時間を早めるとか、そのじゃあ18時集合ってどんな遅い遅い仕事やな。18時集合だとして適当に言ってるんですよ今。18時集合だとしてとか、その次の日がめっちゃ朝早いから前乗りだとして、でなんかじゃその前に美容院に行きたいから行く時間早めようとか、そういうのは、いや、え、ダメなの？だって別に誰にも迷惑かけてないから、集合時間にも間に合ってるし、プラスでお金もかけてもらう、え、大丈夫じゃないのかなでもちゃんと言ってますよ、美容院に行くんでみたいな。それは言います、美容院行きますって。そう、
その美容院に行くための交通費とかは自分で出しますよ、さすがにそれはね。はい、さすがにそれはちゃんとそこは出せっつってた、やばいやつだからね、普通に考えて。そうです、だから大体お仕事の、まあ、前後、私だったら前後に早く行ったりとか、もうお仕事終わって早く帰れる時に遅くして美容院に行くっていうのは、うん、別にどこにも迷惑はかけてないよ。集合時間に間に合わないとかになったらダメだけど、そう大丈夫でしょう。お、え、待って、これを見た配信運営の方に怒られるとかないですよね。いや、きっと大丈夫だと思いますよ。どこにも迷惑はかけてない。ドゥン。胸を張って。ドゥン。全然関係ない話で今頭にハテナです。急に怒られたみたいな。違いますよ、ご安心くださいませ。怒られてないよ。ハルピョン自己申告、何の自己申告だろう。私橋本春菜は何自己申告しようかな。何自己申告しようかな。竹兄さんミラボロありがとうございます。昨日何買ったか、昨日は9点で、この私が最近めっちゃ愛用してる保湿クリームとマスカラと、なんかメンバーがよく使ってるファンデーションを買いました。はい、
竹兄さんミラーボールありがとうございますすごい最後の最後だけなんだけどどうしよう。まあいいか。盗まれた唇ブーション点点点ありがとうございます。ミラーボールありがとう。終わった。あ、まだあった。あと2曲。バージョン R さん、マヤットボールありがとうございます。保湿クリームこれです。田中みな実さんが愛用してるらしいやつ。サミュのめっちゃ保湿されるクリームです。そう、私は乾燥肌だからこれがめっちゃいいんですよ。そう、私多分人によると思います。なんかなんていうの、乾燥肌の逆なんていうんだろう、なんちゃら肌みたいな方はなんかあんまり、そう、多分保湿されすぎる。私はマジ乾燥肌すぎるから、オイリー、そう、オイリータイプの方、私もカラカラだからそう、いや、あの、めっちゃいいですこれは。乾燥肌おすすめ。菊池さん、ミラーボールありがとうございます。2つありがとうございます。こんなに苦しい思い生まれてから初めてだ、愛が静かに狂わせる。ありがとうございます。ミラボールありがとう。これはめっちゃいいですよ。でもいつも使うとすごいもうペットベタになっちゃうんで、あとはおでこに塗らないっていうのがポイントです。これは本当にオイリーすぎてオイリーすぎてっていうか、すごい保湿されすぎておでこに塗るとマジいつも前髪が死ぬんですよ。だからおでこには本当にこんくらい、本当にもうえってぐらいしか塗らないか、もうおでこには塗らないか、どっちか。そう、おでこは普通の保湿クリームみたいな、なんて、乳液、普通の乳液を使うといいです。こういう高保湿系のタイプのものはこう乾燥しやすいところにたくさん塗ってあげて。うん、かトラック野郎さん、肉まんありがとう、ありがとうございます。いい匂いなんですよ、実はっていうか普通にめっちゃなんかデパコスっていう感じの匂いお風呂上がりはすぐ塗る。お風呂上がりはもう出て、ごめんなさい、本当にあの夢のないことを言いますね今から。本当に申し訳ないんですけど、あのこれがアイドルのリアルっていうのを今から喋りますね。お風呂上がりはもうすぐにでも保湿をしてあげないと、私のお肌は乾燥肌なので、あの突っ張っちゃう、よく言うんですけど突っ張っちゃうんですよ。なのでもう出て、もう出てお風呂出て、あの、まあ、バスタオルでパパーンって拭いて、もうその状態で導入液なんていうの、導入剤、何、化粧導入的なもの化粧水を塗って、で、まあ、いい感じにお肌になじませながら、まあ、ちょっとずつあの身なりを整えていってで、まあ、パックをして15分20分、まあ、そのパックのね表記
にあるものをして、でって感じです。でまあ髪の毛にも潤いを与えて、パックがね15分20分いい感じになってきたなと思ったら、まあ、もちろんもうその時点ではもうこの状態ですよ。お洋服ちゃんと着てこの状態ですでもうパックが15分20分、あのね寒いから15分でパック15分20分終わったら外して、でそれもなんかね、それもね液もポイってしてこれを塗ります。はい、でドライヤーだから、はいだからはい、そう、私はそんな感じです。でも多分こういうアイドル多いと思いますよ、本当に。もうてかアイドルだけじゃない、もう女性はみんなこうだと思った方がいい。うん、だって一番の敵が乾燥ですから。はい、一番じゃないけど敵乾燥、乾燥してるな自分って思ってる人はやった方がいい、マジで。うん、女友達だから脱衣所にストーブ、ストーブはないけどうちもヒーターがあります。え、そうですよやばい、こんな話をしちゃった。だからそれこそ、いやもちろんあんまり人と一緒にお風呂に入りたくないっていうのもあって、ちょっとなんていうの、そのそういうお風呂屋さんみたいなところがすごい苦手ではあるんですけど、それとは別にもう本当にそういう状態で私はお肌を保湿したいっていうのがあるから、特に冬はね、だからちょっと苦手ですね。はい、うん、でも私はもうそれしかしてないです。これはマジ最近使い始めたいいやつ、いい匂いだしめっちゃ高保湿、匂い好き、おしゃれパッケージだし、まあ、このここら辺にもクリーム入れてくれよって思うんですけど、レイちゃんに誘われ、え、無理、行かないです、ごめんなさい、もう行けないもうあの時私は昔サヤリンとヒカルンに、それこそヒカルン、サヤリンが入ってまだ間もない、間もなくもないけど間も、まあまあ間もないみたいな時に一回一緒に行った、もうそ、もう絶対に人と一緒にお風呂に入ることなんてできない、私はできない。いやそれは分かんないですよ、もうね、もうん、温泉のお仕事待ってます、あ、はは待っててくださいどうぞ待っててください、はあ、レイちゃんに誘われてもそれだけはごめんねって言います。
出てください。どうぞお好きに。どうぞお好きに。6日公演出ます。6日公演出ますよ。そんな感じかな。今日喋りたいことは全部喋り終わった。あ、私なんか考えたんですけど、てかいろんな人の考察動画を見てなんか確かにって思ったのが、昨日の真犯人フラグの話なんですけど、なんかめちゃめちゃ一世怪しいフラグ立ってたじゃないですか。本当に一世怪しいんか、確かにって私も思っちゃってね。なんかどうなんだろう。だってさ、まだあとさ2週あるわけですよ。あと2週あって、伊勢ピッピ怪しい、まだ早い気がするんですよね。謎が深まるばかりです。いや、大どんでん返しあってもいいと思うんですよね。え、日野さんってあれですよね、あの天使と、なんだっけ、天国と地獄で出てらっしゃいましたよね確か。え、そうですよね。だから日野さん説あってもいいと思うんです。私は誰だっけ、東咲也だっけ。ほら、東咲也だ。めっちゃ出てるドラマ、すごこの方です。迫田孝也さん。そうなんだよね。私前に第1話見たんですけど、もう一回真犯人フラグ、怪しくない人が犯人なんだよね、きっと。エリンギサンタ事件もそうなんだよ。鹿児島県出身、って思いながら、そう思いながら私は猫おばさんしか勝たんって思ってます。いや、小太郎くんは大丈夫、多分大丈夫だと思う。小太郎くんは多分怪しくない、怪しくないっていうか、まあそんなに悪い人じゃないと思います。はい、真帆さんが生きてたらいいんですけどね、とりあえずって感じですわ。ということで、ということで、
それでは終わります。ランキングを読みます。終わりますよ。橋本は終わっちゃうよ。今日はね、やるべきことをね、まあ別のその優先順位的には、まあ一番はそのドボンのねランキングを書くことで、まあ二番目は、まあ、別のことがあったんですけど、その別のことを差し置いて今回のドボンのランキングも書いちゃってそう、その別のことをねやってないので、あーいやーって感じなんですけど、ちょっと優先順位が狂ってきてますが、頑張りたいと思います。そうだ、ミッフィー今日までだ。待って、どうしよう、ね、待って、どうしよう、ミッフィー、え、買うか買わないか迷ってるね、ミッフィーどうしよう、そうだ、ミッフィーね、ミッフィーどうしよう、いっかな、なんか待って、忘れてたぐらいだよ。今日の多分23時59分まで、ネットなんですよね。まあとりあえず配信終わって悩みます。はい、結果をまたご報告させていただきます。ということで、それでは最後にランキングを読んで終わりにしたいと思います。いきます。1位チームようちゃんさん、ありがとうございます。2位サプライズレバーさん、ありがとうございます。3位パンダさん、ありがとうございます。4位サク太郎、アットハルピョンタンオシーさん、ありがとうございます。5位トラックエローさん、ありがとうございます。6位しのさん、間違えた、6位ともゆきさん、ありがとうございます。7位しのさん、ありがとうございます。8位ネバーストップアット四足公園申し込んだ片方だけでも当たれさん、ありがとうございます。9位マックミックさん、ありがとうございます。10位すみちゃんアットすみちゃんドヤ顔、あ、私がドヤ顔、ありがとうございます。11位マー君あと橋本ちゃんおしりさん、ありがとうございます。12位北須戸公平さん、ありがとうございます。13位菊池直久さんかな、ありがとうございます。そして本日のラッキー88位は秋葉町内会さんです、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。ミッフィーを私は今から悩みたいと思います。それではバイバイ、おやすみなさーい。